Thank you.
うん、ここなら釣れそうだな。Thank you.
それ。それ。いいのがかかったな。それ。へえ、いいのがかかったな。それ。いいのがかかったな。それ。やった、大物だ。
ここなら釣れそうだな。ここなら釣れそうだな。Thank you.
Thank you.
手ごわいぞ、気をつけろ。参る。受けてみよう我が前例の奥義。その程度か。 精進するがよい。
相手にとって不足はない。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。任せるがよい。行くぞ。ええ、みんな頑張って。ありがとう。そなたに感謝を受けてみよう。我が前例の奥義。せいやった。うわー、吠えろ獅子交渉ガンダム。そんな。さて先に進むとしようか。手強いぞ、気をつけろ。舞、はっ、舞、せいや、チャンスだ。付き合い、俺の番だな。せいや、チャンスだ。付き合い、行くぞ。
みんな頑張って。ありがとう、感謝。ありがとうございます。私の番ですね。せいや、チャンスだ。付き合い。ええ。みんな頑張って。ありがとうございます。私の番だな。受けてみよう。我が前例の奥義。せいやっ、うわぁ、ほえろ、獅子交渉スタート。参る。せいや、今だ。付き合い。行きます。マイル、さあ一気に行くぞ。はい、心得た。任せてちょうだい。みんな頑張って。ありがとう、感謝。ありがとうございます。やう、これで一安心ですね。よし、やったぞ。精進あるのみだ。やりました。うん、いい感じね。
Thank you.
何か感じたようだな。 侵略が揺らいだのは間違いなさそうだが、どうやらそれ以外にも何かありそうな気配がする。 場所だ。
おっと、いたいた。久しぶりだな。いや、仕事絡みでサラやミフトに会いに来たんだ。ついでにお前さんの顔も見ておきたいと思ってな。後ろ姿を遠目で見かけたんで追いかけたってわけさ。鬼神が封印されていた士官学院の旧校舎ってやつか。サラから話は聞いてたが、なかなかの雰囲気じゃないか。何か用事でもあるのか？ん？まあな、これまで以上に厳しい状況にはなりそうだが、お前さんも頑張ったからと言うべきか。大規模な戦争に発展する前にクロスベルが帝国に併合されたおかげで、あの辺りが一旦落ち着いたのは確かだ。だがこれで彼を止める勢力は名実ともに内外に存在しなくなった。鉄血宰相ギリアス・オズボーンを。どうした？安心してくれ。コーマ城の最上階で起きたことは必要最低限しかサラから聞いていない。お前さんの仲間の最後もプライベートに関わることも、まあなんとなく薄々想像しちまってはいるけどな。まあある程度は時間が解決してくれるとは思うが。なあリン、前にも言ったと思うが、遊撃士を目指してみないか？向いてると思うぜお前さん。剣の腕が立つのももちろんだが、それだけじゃない心意気があるように感じるんだ。帝国じゃ厳しい立場になってるが、諸外国も含めたら活動は幅広い。しがらみを捨てるわけじゃなく、自分を見つめ直す意味で悪くない選択肢だと思うんだが。そうか、やれやれ、超有望な後輩を確保できるかと思ったんだが。まあいい、次は卒業前にでも誘ってみるか。あ、いらっしゃったわ。って、この声。おいおい、たまげだな。リン様、トバリさんもご無沙汰しております。まさかトバルさんまでいらしてたとは思いませんでしたわ。その昨夜通信をしている時に元気がなさそうだったので。だったら直接確かめるよう私が背中を押したんです。相変わらず大胆不敵なお嬢様方だな。ま、身の安全の心配はいらなそうだが。恐縮です。あの件以来ですか？ご無沙汰しています。ああ、こっちこそ。お互いいろいろあるが、ま、今日はいいだろう。
そうしていただけると。それと、その今日来たのはあくまで偶然と言いますか。お気になさらず。できれば顔を見せない方がいいかとも思ったんですが。私の方こそ独善的だったんだと思います。ごめんなさい、リンさん。強敵出現かしら。もう姫様、やれやれ、相変わらず女難の気だね。まったく、何を遊んでるのよ。まあ、セリーヌさん、お久しぶりですわね。ああ、もう、あんたも相変わらずね。妙な気配を感じたんだけど、あんたたちが原因だったわけ？兄様、どうかしたのですか？そういや、この建物を調べていたみたいだが。旧校舎の鐘？ちょっと待て、前にサラから聞いた。ただごとじゃないわね。あの夜と違って結界は発生していないけど。これはあの夜と同じ。リン、一体何が？ってエリゼさんに皇女殿下？クレアにトバルも？何が何だか。お、この場に最強フィフティーンズが？あん、驚くのはそこじゃないと思うよ。セリーヌ、どうなってるの？って言われても、私も来たばかりだし。リンク、何があったのか教えてもらえる？トバルにタイさんもいるし、とにかく事情を聞かせて。何これ？空間が完全に変わっているだと。それも尋常な変わりようではないな。私もトールズの出身なので旧校舎の不思議については知っていますが、ここ最近でこんな風になったことはないはずよ。灰の鬼神が封印されていた第七層が開いた時以来かしら。
それでも地上界がこんな風に変わったことなんてなかったと思います。だね。エレベーターに続く扉も跡形もなさそうだし、空間そのものが別のものに書き換わっている。ダメです。霊視しても詳しいことは。嫌な感じとかそういうのはしないけど。もう？エマたちにわからないならお手上げっぽいけど。しかしこのまま放っておくわけにも。あ、彼を呼ぶのね。はい、来い。灰の騎士バリマール。空間転移、そこまでできるようになったのか。バリマール、この状況のことがわかるか。私たち魔女に伝わるのは鬼神の秘密の半分のみ。あんただったらこの状況何か知っているんじゃない。ふむ、我の記憶も未だ完全には戻っておらぬ。だが一つ言えるのは、この場所がグノームたちに気づかれた場所であるということだ。それって各地の精霊窟を築いたと言われる。私たちヘクセンと協力して1200年前に何かを成した人々ですね。うん、この場所は彼らの技術の粋が集められている。大規模な位相空間の構築、フレキシブルなマテリアルの展開、そして構築される試しという名のシステム。リーンと私たちがくぐり抜けた。かつて大帝と槍の聖女も挑んだという試練か。ああ、クロウもカイトの地下で挑んだという。教えてくれバリマール、どうして知性たちはこんな場所を作ったんだ。どうして鬼神を封印し俺たちに試練を受けさせた。そして今のこの状況は何なんだ。それらの問いに答えられる知識は失われている。だが全ての鍵となるのは大いなる一という存在。最初に生まれ最後に立ちし者だ。大いなる一、最初に生まれ最後に立ちし者。その言葉どこかで聞いたような。うん、大阪ビータなら何か知っていそうだけど。そしてそなたらがかつて戦った漆黒の試練、あれこそが大いなる一の影に他ならぬ。あのでっかいのが。うむ、なんか見えてきた気がするけど。あの時の異常な事態が試練だと言うなら、今回の状況もまた同じような試練なのか。おそらくは。ただし本来用意された正式なものではあるまい。何らかの理由で別の試しが起動したものと推測できる。1200年前の真実、その裏側に潜む何かか。これはすごいことになってきましたわね。まさか兄様たち。
行くのね。はい、これもあの時の続きでしょう。期せずして、今日は最後の自由行動日でもありますゆえ。だったらこれも7組の役目だと思うんです。今日中になんとかケリをつけてみせますよ。あの高魔城に比べればいかほどのものでもあるまい。こりゃ止められないか。正直もう少し慎重に行動すべきかと思いますが。仕方ない。ただし私たちも付き合うわよ。教官、大尉に、トバルさんも。ありがたく力を貸していただこう。さすがに心強いかな。うんうん、超頼もしいよ。そういう話でしたら私もお連れください。シャロン、いつの間に。ちょ、気配を消してついてきてるんじゃないわよ。いえいえ、今しがたこちらに来ただけですわ。うん、ああ、もう本当に君たちは。今回ばかりは私も堪忍袋の尾が切れました。リン君たちが無茶しないよう同行させてもらいます。会長。これが最後というのは私たちも同じということさ。最後の一花咲かせてもらうよ。バックアップは任せてくれ。出し惜しみなしで行くからさ。ありがとうございます。よろしくお願いします。それならば私たちも協力させていただきます。殿下、しかし。止めないでください、大尉。トールスは大抵ゆかりの学院、私もアルノールの人間として異変を見届ける義務があります。お兄様からこんなものまでいただいたばかりですし。それって魔導書。それにしては大きさが。おいおい、そいつはエプスタイン財団製の新型魔導錠じゃないですか。エプスタイン財団製。帝国でテストされている魔導錠の原型となった。お兄様がこねて手に入れたものみたいです。私用に調整も済んでいるらしくて問題なく使えました。アルノールの血に合わせた特別な魔導錠ですか。うん、この子ならとんでもない力を発揮するかも。姫様が行くならば私も当然ご一緒します。いくら兄様が反対してもこればかりは譲れませんから。エリゼ。年貢の納め時みたいね。今まで心配かけた分しっかり守ってあげないとね。ああ、もう。トールズ士官学院7組。これより協力者の力も借りてこの地の異変を調査し解決する。これが俺たちの7組の最後の試練だ。みんなで力を合わせていこう。
Thank you.
ここなら釣れそうだな。
お疲れ様。Thank you.